国鉄 ED60 系電気機関車。国鉄 ED60 系電気機関車。国鉄 ED60 型電気機関車は、日本国有鉄道、国鉄が1958年から1960年にかけて申請した直流電気機関車である。直流新型電気機関車もしくは、60番台形式と呼ばれる一連の形式群の中で最初に登場した。 形式である。ED60 型は、新型直流電気機関車の一番手として登場した、形式である。1950年代までは国鉄が製造する電気、機関車はほとんど感染用の大型電気機関車のみで、あり、大型機の入線できないローカル線や、買収線区では、対正時代に輸入された、中型機関車や種々雑った買収車が主として、使われていた。そこで、 これらの機関車を置き換えるため、交流電気機関車の ED70 系の経験をもとに、国鉄正式としては、ED16 系依頼術に、四半世紀ぶりの中型直流電気機関車として設計された。国鉄では、戦後、商用周波数による交流電化に取り組み、その結果1955年に、試作型交流電気機関車の ED44 型、 ED45 型を開発し、1957年には量産型交流電気機関車の ED70 型を開発した。交流電気機関車はそれまでの直流休系電気機関車とは構造が全く異なっており、機関車の開発のために数多くの新技術が開発された。その技術の中には直流電気機関車に応用できるものも多くあった。 そこで、それらの技術を活かし、設計を抜本的に変更して、全く新しい方式の直流電気機関車が開発された。この新方式による直流機関車を直流新型電気機関車と呼ぶ。いずれも形式が60番台であることから、60番台機関車とも言う。またそれまでの直流電気機関車の最新形式であったアジュー型は、 車体長が22.5メートルに及びマンモス機関車と呼ばれたのに対してこの ED60 型とその兄弟形式である ED61 型は車体長がそれぞれ13メートル14.3メートルと小型でありながらハイパワーなことから当時人気の高かった漫画鉄腕アトムにあやかってアトム機関車と呼ばれたもっとも e d 十一系以降に心臓をされた 直流新型電気機関車は全て F 型となり、車体も長くなっている。直流新型電気機関車が休憩電気機関車に比べて改善された点として、次のような点が挙げられる。この他に乗務員で入り用デッキの廃止や先は10輪の廃止、完全なボギー台車かも新型機の特徴とされることがあるが、在来休憩機でもデッキ廃止は EF58 系。 改良型で、先は、重輪を廃した、ボギー台車方式は、アジュー型で、それぞれすでに実現を見ていた。同時期の交流電気機関車や DF50 系ディーゼル、機関車の影響の強い、全溶接構造で平滑な外観の構成車体を、備える。つまめには、横長の窓を両端に廃し、重連運転に備えて中央に、開き土式の貫通扉を設しているが、 乗務員の出入りは側面に設けられた乗務員扉から行うため、つま面にはデッキは取り付けられていない。車体長は 13000mm で、姉妹機種である ED61 型と比較して 1300mm 短く設計されている。これは本形式が電力回生ブレーキ機構を搭載せず、その機器搭載スペースの分短く設計されたためである。 妻面の扉はそれまでの内側開きから、外吊り式の外側開きに改められた。走行中に扉の隙間から侵入してくる隙間風を防ぎ、特に陶器における乗務員室の快適性の改善を図ったものである。これは、再三乗務員から改善が求められていながら、休憩電気機関車から ED70 型まで放置されていったものであった。 電力回線ブレーキ機能を省略した以外は、姉妹形式である ED61 型と共通仕様となっている。主電動機は、新規設計の直流直巻清流子電動機である、MT49、端子電圧 750V ル時1時間定格出力 390kW、定格電流 575A、定格回転数 1180RPM を、 拡大車に2機ずつ、1両あたり、計4機搭載している。この大出力種電動機の搭載により、コンパクトな D 型電機でありながら、Q 型回形電機と同等の性能を実現した。この種電動機は、電気子の巻き線を、波巻きから重ね巻きに変更、絶縁種別を B 種から F 種、電気紙及び H 種、回字に変更して、高低格回転数とすることで、 磁気回路の容量を削減しつつ出力の向上を実現ており従来の EF15 型や EF58 型で標準的に採用されていた MT42 端子電圧 750V 時1時間定格出力 325kW、定格電流 470A、定格回転数 800RPM と比較して電動機重量が3.8トンから2.2トンへ、 減少しているにもかかわらず出力が23%増となっている。また、設計技術の進歩により弱め開示率も最大60%から40%に引き上げられており、これにより高速走行時の出力特性の改善も実現している。駆動方式は当時の神経式電気機関車に多く採用されたクイル式となっており、波数比は5.466である。 電気機関車では、一般的な電空単位スイッチによる手動加速制御機を搭載し、これにバーニア制御を追加することでスムーズな加速と再粘着性能の向上を実現している。重連総括制御に対応し、直列11段、並列9段、弱め回、四4段よりなり、前述の通り ED61 型とは異なり、電力回生ブレーキ機構は省略されている。 台車はシンプルな軸バネ式のプレス材溶接構造に、軸ボギー台車である DT-106 が採用され、旧型機にあった先は、重輪は廃止された。なお、本形式は軸重14トンとして設計されているが、台車は ED61 型と同じ軸重15トンを許容する構造となっており、 後の半和線運用ではこの余裕を生かして、始中の追加搭載による、軸重15トン化が実施されいる。国鉄電気機関車標準の L-14S、自動空気ブレーキ装置を採用、その縦ブレーキを併設する。新設計の PS17 皮脂枠形パンタグラフが2機、搭載されている。これは、電車用の PS16 に対応するモデルで、 国鉄電車標準のバネ上昇式から国鉄電気機関車標準の空気圧上昇式に変更したものである。まず1958年に最初の産両が多い都線で関西電力黒部川第四発電所の建設資材輸送を行う目的で製造された。この時電源開発が利用債を引き受けている。1号機が三菱電機。 新三菱重工業で2号機が川崎電気製造、川崎車両で3号機が東洋電気製造、汽車製造で製造された。その後、1959年から1960年にかけて東洋、汽車及び川崎で4の8号機までが製造された。しかし軸重が休憩の中型機に比べて重く、また消費電力が大きいため、 特に四川区では変電所容量が不足するなどの問題点もあり、それ以降の追加製造は見送られた。1から3号機は甲府機関区に新生配置後、中央本線での奈良市運転の後に、大糸線、配置、北松本電車区、後松本運転所北松本市所で、4.5号機は仙山線、佐並機関区で、6から8号機は阪和線、 大鳥電車区、後流撃管区で、それぞれ運用された。大井都線で使われていた1から3号機については、1号機はダム工事完了後も、貨物列車を中心に使用され、終始北、松本を拠点に運用された。これに対し、2.3号機については、ダム工事終了後の1962年に、交付機管区へ戻され、1965年4月に、一旦、 八王子機関区へ転属後、同年夏に ED60 系の追加投入を求める声が大きかった大鳥電車区へ送りまれた。これらは1972年まで半和線で運用された後、老朽化が著しくなりつつあった ED21 系等を置き換えるべく再度来た松本支所へ転属となって1号機と合流し、 最終的に産業体制に戻って1985年12月から1986年1月にかけて順次除籍されている。沈山線に配置された4.5号機は先行して同線に配置されていた試作交流電気機関車との比較試験を実施することを主目的として配置されたが短期で定格出力が1 5 6 0ットに達する本形式は 戦山線の貧弱な変電所容量に適合せず、運用すると電圧効果がはなはだしかったことから、試験終了後、1960年8月付けで ED60 系の追加投入が強く求められた大鳥電車区へ転属ている。半和線に投入された6から8号機は、私鉄買収線区ゆえに対比線の有効長に厳しい、政権があるため短い車隊長や、 ある程度以上の高速運転性能が求められる。一方で、もともと、東海道本線に匹敵する高規格線であり、大きな軸重も、代消費電力もともに、全く問題とならない、という同線の特殊事情によく適合し歓迎された。その結果、半和電気鉄道時代からの ED38 型や、戦後投入されたが、足の遅さで不評を買った。 ED16 系統と置き換わる形で収益後、1986年3月改正で EF60 型に置き換えられて、全車廃車となるまでの約3年にわたって、同線で主力機として運用された。しかも、前述の通り4.5号機が、作並区から転入し、さらに1965年から1972年までは2.3号機も転入して一時は、 同形機8両のうち7両までが半和線に週投入されており、2.3号機の転出にあたって、幸福から e d 6 1系1 7 1 8号機が転入してその欠を補ったことと合わせて、同線における本形式の好評ぶりがうかがいしれよう。なお、半和線においては、東端式の天王寺駅半和線ホームの有効長の制約から卓脚機には、 車体が短くその分客車の増結が可能となる、本形式が旅客用としても好まれ、特に暖房車が連結される陶器には順急、黒潮、白浜などの天王寺発に、規制本線直通旅客列車に徴用された。また、阪和線運用機は本形式の足回りが姉妹機の ED61 型と共通設計で台車の対荷重等が同一であることに着目して、 4トン分の指重を機械室の空きスペースに積載し、運転整備重量を ED61 型と同じ60.00トンにアップすることで粘着性能のさらなる向上を図っていた。半和線は戦前の車線時代にすでに電力回線ブレーキを電気、電車ともに導入しており、指重追加や回線ブレーキの有効性などを勘案すると、 本形式ではなく ED61 型を投入しても良さそうな状況であったが、それでもあえて本形式が投入されており、運用上 ED61 型における1.3メートルの車体延伸が許容できないほど厳しい条件にあったことがわかる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。